ところで奏者、ようやく目覚めてくれたからにはだな、世の欲するところ、求めるところ、そなたであれば余さず理解していよ。世は切ない。そなたの顔を見つめ続けられたのは嬉しいが、それでもたっぷりと待ったのだ。我慢に我慢を重ねて、なんと丸一日。そうじゃよ。その通りだな。そしてここはマイルームであるな。つまり問題は何もないな。うむ、そうじゃよ。そなたの思い受け取ったぞ。世と奏者の蜜月は永劫ではあるが、それを味わうのはそれなりの時と場でなくては、それこそ神明を唇に乗せるにも等しい。それとも奏者よ、そなたもしやよもや世をじらしているのではあるまいな。まったく、一体どこでそういう悪い手を覚えてしまったのだ。うん、こんなことなら一人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。無論冗談だぞ。要はそなたの提案を受け入れよう。こたびの戦い、そのすべてを終えた時には、改めて要はそなたと全身全霊でイチャイチャするのだからな。やいな。それにしても己アルキメデス、あからさまに過ぎるほど悪に徹しよって。シラクサのアルキメデス、希代の学士、ローマで知らぬ者は一人もおらぬ。それほどの人物として語られていたのだ。であるというのに、うむ、ありていに言えば残念だ。アルキメデスの数式はこの世で最も、そう、最も美しい強固なもの。美しさの定義は曖昧だ。世が信じる美は、不思議なことに万人にとっての美ではなかったようにな。そんな中で数式だけは別なのだ。あれこそは万人普遍の完成されたもの、人類がたどり着いた、人間が繁栄した意義の一つであろう。そのアルキメデスがよもや人類を裏切るとは、要はそれが悲しい、そして悔しい。何か理由があるのだと信じたいほどに。だがかの者は天才の天才、優勢側についた経緯はおそらく理にかなったことなのだろう。いや、私欲であろう。天才は自分のしたいことしかしない。アルキメデスの目的は欲望以外の何者でもあるまい。ただ、あやつは自分のために優勢側についた、人類のためなどではない。伝え聞く生前のアルキメデスは、たとえ市民たちに理解されずとも公共のためにも才を尽くした人物だというのにな。まあよい、あやつも世も、いわば凡人に理解されなかった天才同士。優勢の学士アルキメデスは世が必ず打つ。次にまみえた時こそ、あの笑みを凍りつかせてみせよう。うむ、
余と奏者の思うところは一つ。邪悪の総国、目にもの見せてくれる。たとえそれが人類史に三千と輝ける天才の一人であろうともな。この領域は二つに分かれているな。ガウェイン教と分断されたか。ガウェイン教との合流は難しい。先にこちら側のセクター制圧を進めよう。バーサーカー、領域の支配者が自ら姿を見せるとは。多少の手傷は負いましたが問題ありません。ここで決着をつける。奏者よ、我が軍にもう後はないぞ。このままでは敗北だ。信じられません。太陽の聖剣で倒しきれないとは。バーサーカーは姿を消しました。ですが再び出現する可能性はあります。私は著しく魔力を消耗しました。しばらくの間コードの神明解放は叶いません。レベルアップ、まだまだいける。ライダーが領域を分断しているようだ。倒せば先へ進めるぞ。ガウェインは負傷、疲弊している。合流して戦った方がいいかもしれないな。無礼者、味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。味方の損害が大きくなっているな。判断はそなたに任せよう。はっ、華麗に決めるぞ。はっ、いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。華麗に決めるぞ。うん、ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。救援成功です。私の毒は甘くしびれますよ。救援成功です、神王。見直しました。哀れですね。切り捨てる。ようやく来ましたね。さあ排除して差し上げます。ライダーとの戦闘中にセクターが制圧される可能性がある。セクターの損害が拡大するのだ。防衛に発生する。敵軍のレジムマトリックスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。ほう、やるじゃねえか。はっ、切り捨てる。ふっ、はっ、やっ、ふっ、はっ、吹っ飛ぶ。満足しましたか。では聞かせていただきます。世の兵たちの数値だ。急ぐぞマスター。500体撃破とは見事な戦いぶりです。やっはっ、やっ、転落の飾りとなれ。敵の殲滅を完了。防衛に成功しました。あれ、思った以上に苦戦しました。バーサーカーとの戦闘が響いていますね。しかしここで引くわけにはいかない。次のセクターを制圧します。良い仕事ぶりだなマスター。
全体撃破とは我が王を見る思いです。やっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。領土が広がりましたね。俺の相手はお前か。領土が広がりましたね。お見事です。しようよ。よかった。よし、扉が開いた。進軍開始します。お任せください。来たかセイロ。真紅のバラを語るのは。お前の剣は優しすぎる。うん、甘すぎると言いたいのかカルマ。であればここで確かめていけ。愛の力思い知ったか。やるな。バンナとか味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。さて、どう切り返すか。これよ、ドライクス。フッ、シンクに染めよう。フッ、ハッ、フッ、プレモノ。出直すがよい。一旦引かせてもらう。再戦は約束する。奏者が戦況の確認を。攻め込まれている自信があるようだぞ。ハッ、ニコレよ、ロサイクス。制圧しました。これが我が聖剣の力です。先を急ぐぞ。行くぞ。ふっ、こちらだ。便利なものよな。そうじゃ、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。早止まるのぞ。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうじゃ、華麗に決めるぞ。嫌な勢いはとどまったものを知らぬな。ふっ、ハッフッ、プレモノ。いかん、ハイル星は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。ハッフッ、ハッハッハッフッ、切り捨てる。こちら、フッ、他愛もない。奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。ふっ、ふっ、はっ、やっ、戦線に復帰し、続きを始めるとしよう。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。奏者よ、見事だ。奏者よ、今日は嬉しい。追い詰められた。お前の強さは本物だ。見惚れよ、ロサイクス。あのランサーを倒したか。見事というほかない。フッ、やっ、勝機を逸した。やむを得まい、撤退しよう。行くぞ。うん、ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。間に合ったようだな。今回の矢印は働き者で結構。ふっ、
味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。ぜひ嫌な勢いは味方の損害が大きくなっているな。判断はそなたに任せよう。そうしよう。戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じよう。炎のバラよ、はっ、シンクに染めよう、はっ、うっ、いかん、この劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。ロブがよい、ふっ、切り捨てる、はっ、はっ、やっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、やっ、仕上げていこう。領域の支配者バーサーカーを倒せ。やる、転落の飾りとなれ。とろける時だ。次へと強敵ばかりだな。だが要は勝者と共にある限り。しまうではないか。うむ、余は満足だ。緑の沈黙を確認した。おそらく霊核兵もダメージが多少入っているだろう。それ以上の戦闘行動は不可能なはずだ。バーサーカーが破れるとは、レガリアを得たサーヴァントとは厄介なものですね。やむを得ません。ここはひとたび引くとしましょう。世の元へ来ても構わぬぞ、ライダー。何？繁栄雄だからといって嫌がるようなものは世のローマにはおらぬ。そもそも世とって、いや、この話はよすわ。どうだライダー、貴様の美しさであれば高級の一つなりを任せてやってもよいと
余は考えているのだが。いや、その違うのだ。奏者の承認を得た後に、というか余と奏者のための高級をだな。こう、つまりは言葉のあやというか。面白いサーヴァントですね、バラの皇帝。いえ、マスターともども面白いと言うべきでしょうか。私は遠慮しておきましょう。新たに作られたセラフで私が求めるのは平穏のみ。平穏か、良き響きの言葉だ。世も好きだぞ。時にライダーよ、あの狐目はセラフに平穏を導く女王であると貴様は認めたというのか。どうでしょうね。もしも彼女が暗君の類であるようなら、セラフの全統一を果たした後にでもゆっくりと暗殺して平穏を得るまでのことです。うん、褒められた手段ではないが、それはそれでありだな。世は平穏であっても玉座に平穏はない。為政者は常に争いに頭を悩ませるものだ。ライダーよ、キャスターに忠誠を誓ってはいない口ぶりだが、そこはかとない情けを感じる。要は良き王であれば進んで使えたいということか。さあ、私には何とも。もともと根の暗い女なので、どんなきっかけで気が変わるか知れたものではありませんし。気まぐれではなくきっかけか。ますます気に入った。貴様は主君の行動でのみ気持ちを変えるのだな。では安心しろ、ライダー。何であろうと月の平穏は約束する。世の奏者であればなせぬことは何一つない。たとえ空の果てより来たる邪悪の星が立ちはだかろうともな。邪悪の星、よくわかりませんが、ええ、その言葉を信じられれば話は早いのですが。会話を口にしたな、セイバーのマスターよ。こちらの女王はこと傭兵には慣れている。まず単身乗り込んでお前たちと相対するような状況はありえないだろう。であればお前たちは女王との対話のために必ず戦わねばならない。何？その通りだ。バーサーカーは止められない。どうあれ渡りに船だった。腕試しがあのバーサーカー目というのはどうにもハードに過ぎると思うのだが、奏者よ。いや、うん、倒しはしたがな。女王の拠点たる千年平安京の座標を伝えよう。魂なきあまたの軍勢を蹴散らし、見事キャスターと相対してみせるがいい。対話がなせるかどうかはお前たち次第だ。今や女王は通常のキャスターではない。バラの乙女、お前と同じ力を有している。キャスターレガリアだそうだ。はあ、クラスチェンジか。これは面白い。もう一つ、女王の傍らにはお前と同じものがいる。お前と同じな、同じ姿を持ったものだ。あれは、いや、お前たちはすでに知っているのだな。あれが一体何であるのかを。ならば行くがいい。対話の行く末にお前たちの掴むものが何なのか、俺はここから見極めよう。
もう貴様も世の軍門にはくだらぬか。キャスターめ、微妙に良い部下に恵まれているではないか。